はい、格闘オタクニュース、ゾウの錯覚です。マサと格闘家は引退しない方が楽、ブレイキングダウンの実際の人気のなさとプライドについてです。マサトさんが自身の YouTube で新企画を始めました。マサトさんの質疑応答みたいな感じで視聴者からの悩み相談を受けていました。今回の一人目はニュージャパンキックでチャンピオンになったものの、もう29歳ぐらいで防衛戦に負けてしまった、これから格闘技を続けようか続けまいか悩んでいるということでした。この方はマサトさんのファンで、マサトさんになりたいという思いで格闘技を始めたそうです。そして念願のチャンピオンになったのですが、防衛戦に負けてしまいチャンピオンから落ちてしまったのです。で、今は正社員として焼肉を店で働きながら格闘技をし、しかも結婚しており、子供2人いるそうです。そんな中、格闘技に未練があり辞めれないとのことでした。そしてマサトさんが言ったことで記憶に残ったのが、格闘家は続ける方が楽だって言ってました。なぜなら格闘家というのは非現実を味わえる非常に刺激的な、人とは違う優越感を感じられると言ってもいいぐらいの魅力的なものらしいです。ただそれを辞めてしまったら、ただの一般人に戻ってしまうので麻薬がある、そして辞めれないのが格闘技と言ってました。ただマサトさんはそこら辺も分かっていきながらも、30という全盛期一気に辞めたのです。ここで一生分稼いで、そして辞めました。で、なぜそんなリスクを取れたのかと相談者に聞かれたところ、これはリスクを取ったんではない、これしかできなかったんだ、これすることで逆にリスクをヘッジした、リスクを避けたと言ってました。もう全集中、格闘技に集中することで成功を目指したそうです。これは確かに僕も言えるなと思ったんですが、この相談者の人は焼肉屋で働き、格闘技をやり、結婚し、子供までいます。ここまでリスクを分散してしまえば、格闘技に時間をかけることもそこまでできません。であれば、僕はもうこの持論ではないですが、格闘家で本気で上を目指すんであれば、格闘技と仕事、まずはこれで集中する、そして格闘技で食えるようになったら仕事を辞めて格闘技だけで食っていき、結婚する、で結婚したパートナーに食事管理などしてもらう、でどんどん成り上がっていってお金儲けてすれば子供が生まれ家族養っていくような形でウィンウィンにしていかないと、なかなか格闘技で上にはいけないと思います。やはり格闘家は元ヤンが多いのか、格闘技をしながら仕事をしながら、そして結婚して子育てしている人も結構います。これじゃ僕は上に上がれないと思います。やはり堀口選手や斉藤豊選手のように、もう格闘技だけで突き詰めて突き詰めて突き詰めていくとスーパースターになれ、まあ堀口選手と斉藤豊選手ではブレイクした時期は全然違いますが、いずれかブレイクする可能性があると思います。そうではなくて、あれもこれも仕事も格闘技も子育ても結婚もやってしまうと、なかなかブレるのではないでしょうか。ただそういったものでも簡単に成功できると思われたのがブレイキングダウンです。ブレイキングドリームと言われチヤホヤされていますが、本当に成功できるのでしょうか。で、僕はブレイクダウンに関してはあまり詳しくはなく、ツイッターの情報しか知りません。ですので僕の中ではジョリーっていう人が一番、まあ、人気というか実力があるのではないかと勝手に思っています。というのも、ジョリーが2回勝ったのが武勇伝を語るおじさん、ヒョロナガおじさんの慶之助さんという方です。その人が2回勝ってるみたいです、ジョリーが。で、しかもその人に負けたのが武勇伝ハンサムおじさんの飯田さんです。確かにハンサムです。で、飯田さんも誰かに勝ってみたいです。ということは多分ジョリーが一番上のランクなのではないかと僕は思っています。しかもアンポンタン軍団の一員ですので、かなり人気と実力があるのかなと勝手に思ってます。ただびっくりしたのが、このジョリーという人が YouTube をやってるのですが、登録者がたったの1万ちょいしかいないので、まあ1万人ぐらいです。まあどう考えたって1万人だけでは生活できていきません。ブレイキングドリームやなんや言うて、ブレイクダウンのトップ選手が1万人の登録者数っていうことは全然食えないのではないでしょうか。もちろんアンポンタン軍団なので、アンポンタン軍団で食えてはいると思いますが、ブレイキングドリームといったところで大したリターンはないと思います。おそらくアウトサイダー時代から人気のあった武勇伝ヒョロナガおじさんや、顔の入れ墨のあるウリタさんですとか、まあブレイキングダウン前から人気がある人はブレイクダウンで再燃して食っていけたり、あとはハンサム武勇伝落ちたみたいに飯田さんはもしかしてバブルで食えてるかもしれませんが、実際ブレイクダウン自体は大して成功してる成功してると言いながらも見入りはないと思います。というのも、テル君という方もうあんま知らないんですが、なんか乱闘で韓国人を投げようとしたところ、自分が足を折ってしまったらしく、1年ぐらい休養が必要ということでした。で、自分が経営したバーも潰れたらしいです。そんな人気者の経営するバーなんてすごい繁盛してたようなもんですが、現実は厳しいみたいです。このようにブレイクダウンというのは、ブレイクダウン番組自体はすごいのですが、いわゆる選手自体は全然富をもたらしないのではないでしょうか。言ってみたら昔あった恋愛リアリティショーのテラスハウスだったと思います。テラスハウス自体めちゃめちゃ人気ですが、そこに出てるしょうもないタレントたちはちょっと見た目はいいのですが、出てる自体はチヤホヤされるのですが、ちょっと出なくなったらもう実力ないので落ちていっていくのと同じかもしれません。ただそのマサトさんに相談を持ちかけたキックの元王者の選手も、焼肉屋で接客しててもブレイキングダウン出ないのかと聞かれることがよくあるそうです。ただプライドがやっぱり傷つくと言っていました。知名度は高いとのことです。ブレイキングダウンの人
ストはブレイキダウンすごいすごい知名度がある知名度があると言いますが、実際はジョリーでさえそれぐらいのものです。ですので実際はブレイキダウンという装置だけが知名度があり、まあそこそこ儲かっており、ただ選手には還元されてなく、ただただ生活もできないので恥ずかしい乱闘コントを見せてるだけでしょう。そうであればプロ格闘家としてチャンピオンを目指し、挫折したとしても自分なりのプライドが守れるのでいいと思います。そこで元チャンピオンという肩書きを持ったまま引退すればいいのではないでしょうか。ブレイキダウンはもうブレイキダウン出たという黒歴史が残るだけです。ただただスキルもなく、できるとしたら格闘やらせコントができるだけなので、ダチョウ倶楽部でも入ればいいのではないでしょうか。以上となります。ご視聴ありがとうございました。今週日曜日早朝から佐藤隆選手で、午前中は堀口選手のツーショット撮影会で、午後はシュート、そしてその後20時から斉藤豊選手の YouTube ライブ、そして22時から僕の YouTube ライブをやりますので、格闘三昧楽しんでください。それではさよなら。